どうも、レウンゲーム TV です。今回は魚介類の一つマンボウに関する気になることをいろいろ実験してみました。マンボウを海に逃がすと、このように水しぶきが立ちますが、めちゃくちゃ高い場所から逃がしてみた場合、もっと大きな水しぶきが立つのではないか。そんなに変わらなかった。ではマンボウを持った主人公を3人用意して、3匹同時に逃がせば水しぶきも3倍になるのではないか。ちゃんと水しぶきが増えた。では、一人が海に入って、泳いでいる人に向かって、マンボウを逃がすと、どうなるのか。位置が違った。位置を調整してもう一度。がっつり衝突した。ただ痛がるモーションなどはなく、普通にすり抜けただけだった。現実だと確実に大事故な案件である。ではマンボウを3人同時に見せびらかすと、ものすごくダイナミックな絵になるのではないか。効果音もマンボウも3倍になり、ものすごく奇妙な生き物が生まれた。ちなみに、見せびらかしてる間に別の2人が顔を出すと、マンボウに取り込まれた2人の人間みたいなシュールな映像が撮れるのでおすすめです。以上、マンボウで気になること、いろいろ実験集でした。